ターンのレッスンなんですけども、まず足を肩幅より少し広めに開いてください。つま先進行方向前です。膝を柔らかく使って、まっすぐ真ん中に引き上げる。もう一度、膝を柔らかく使って、まっすぐ真ん中に引き上げる。この時に注意しなきゃいけないのは、左の足に乗っちゃったり、右の足に乗っちゃったり、体重がどっちかに乗せちゃうっていうことはやめてください。まっすぐ真ん中に引き上げます。そこに対して足を、最初は膝を上げてください。そう。しっかり感覚をつかむために、膝を上げて、まっすぐちゃんと来れてるか、両方の足の間にまっすぐ引き上げられてるかを確認しましょう。それができたら次に、膝下から膝を曲げて、ちょっとつま先を下ろします。膝を柔らかく真ん中に対してまっすぐ引き上げたら、下ろすだけ。はい、曲げて、引き上げて落とす。はい。これだけです。大事なのは、まっすぐ真ん中で引き上げること。ひねるためには体を準備しておかないといけません。準備からまっすぐ戻す。足を開いて、真ん中に体重が乗っかるまでに、準備して体をまっすぐ戻します。この時によく間違いがちなのが、左から右に回りたくから回るぞっつって右にこう体を振っちゃうと、軸がぶれちゃって、まっすぐできなくなります。なので、大事なのは上に引き上げる気持ち。体をひねって、まっすぐ上に引き上げたら、つくだけ。それで自然と勝手に回っていきます。そしたら足を開く。体はプレパレーション、準備動作から引き上げる。この勢いで体が勝手に回ります。反対も同じ。準備して、引き上げるタイミングで足をちょんちょん。これさえマスターすればターンは完璧にできます。それでは行ってみましょう。このワンポイントを忘れずに練習してみてください。それではどうぞ。